どうも、たまチャンネルのお時間です。平井たまおです。森田優秀です。はい、今日はですね、映画好きの方なら、ご存知かと思うんですけれども、音楽と映画の祭典ムージックラボについていろいろお話をしていきたいなと思います。私も、はい、ムージックラボ今年の、サツキの間取りという作品で出演させていただいておりまして、はい、今日はそのムーラボ、ムージックラボ略してムーラボについて、すごく詳しい方が、ムーラボ研究家を名乗る方が来てくださっているので、はい、皆さん前方こちらこちらの、どうもすいません、ありがとうございます。パンキチと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パンキチくんです。お願いします。パンキチさんという方が今日は来てくださってるんですけども、はい、この方に、ムーラジックラボについていろいろ詳しいお話を聞いていって、皆さんも一緒にムーラボをこう詳しくなっちゃおうぜという企画でございます。パンキチさんはずっとそのムーラボをずっと見てらっしゃるんですよね。そうですね、一番最初の2012年でしたっけ、今泉力也監督がグランプリだったんですよね。最初、今どんどん商業映画がね公開されている今泉監督。ちょっとまず簡単に一つ質問をしたいんですけど、ムーラボっていうのはどういうものなのかっていうのを教えてもらってもいいですか。音楽かける映画っていうのをずっと提唱している。もともと僕が最初に見た頃は映画祭って感じはなかったと思うんですけど、そもそもミュージックとムービーの造語がムージックって思いつきみたいなねやつですよね。だから1回目からすごい面白かったんで、映画の作品のグランプリが今泉監督で、ミュージシャンとして個人賞もあるんですよ。ベストミュージシャン賞で、この人もね、今、その後ね、しましたけど、大森聖子さんとか、その次の年が金子綾乃さん、金子さんも今すごい人気出てますけど、たくさんの作品が最初あって、そう、ずっと続いて見てしまってるというか、はい、感じです。今回実はそのパンキチさんはもうご存知かもしれませんが、最初冒頭にも言いましたけど、私もその今回ムーラボで、そうなんですよね、はい、YouTube にミュージックビデオを上げてますよね。歌ってますよね。さすが早い。主演女優で主題歌も歌ってるっていう。あ、そうです、うん、楽しみですね、本編の方も。ありがとうございます。あれなんですね、はい、ムーラボはちょいちょいこうつまみ食いみたいな感じで毎年行っていて、本数が多いです。そうなんですよね、なかなかやっぱ網羅するぞ今年こそはって思いつつも、なかなかそれが難しくて、今年こそは網羅するぞって本当に思ってるんですけど、一昨年のムーラボで上映された作品、長編作品が去年はもうバンバン単館公開されましたよね。昔は連載が終わって、次のステップとしてね、新作がじゃあ何作るのかなっていう見方だったんですけど、大和由紀監督のね、おとぎ話みたいとかが、すごい映画で、もう、多度公開されたりとか、そのあともいい匂いのする映画とか、そんな女の子嫌いか、ああいうのが年に1本ぐらいずつこうされていったんですね。確か2017年が、森田さんもご存知だったと聞いてるんですけど、少女開口と、あと聖なるものと、あと先日、今度若谷梨沙さん原作のね、映画も発表された首藤凛監督の、なっちゃんはまだ新宿っていう3本公開されたのが2017年の作品で、2018年の10本長編が全部単独公開されたんですね。月決め男友達とか、上腕とか、この辺がどんどん公開され、2018年の作品も、長編が公開されていて、2019年でもほとんど長編は単独公開されたり、さっきの月決め男友達とか、行案とか、少女開口、聖なるものは海外の映画祭にも出品されるっていうですね、なかなかそこなんかすごいことになっていったというか。2019年のムーラボ作品であり、去年単独公開されたドンテンタウンなんかは、東京国際映画祭でも上映されたんですね。そうですね、なんか東京国際の特別上映みたいなので、野外でやっておりましたね。佐藤
藤涼さんという主演の方は、ゲームを弾きながら生演奏するシーンがね、名シーンがありましたんで。単独上映される作品とされない作品っていうので、なんかあるんですか？もちろん作品のね、こう出来栄えもあると思うんですけど、審査員が地方の劇場の支配人さんとか、映画館の方が多いんで、逆に声をかけてくださるケースもあると思うので、あと短編撮るじゃないですか、そういうところ、一本だとなかなか公開がしにくかったりとかするので、長編は可能性が高いのかなって。ナオさんとか、うん、名だたる俳優の方がこう出てらっしゃるんですけど、ムーラボ出身で今こう映画の世界で大活躍されてるような女優さんとか俳優さんのなんか特徴とかってあるんですか？魅力が絶対何か一つは突出したものがあるんでしょうけど、出会えるかどうかなんじゃないですかね。ムージックラボは出来上がってる企画の中にキャスティングしてるわけではない、企画段階でこの人とやりたいっていう人とか、まだ脚本ができる前にキャスティング相談をして一緒にキャラクターを作っていくような本人の特徴というよりは、ここで一個代表作が作れてるっていうことが大きいのかなっていう気がします。作品と劇場 の, その審査員の方が出会う場っていうところでもありますし、お客さんにとってもそうじゃないですか、うん、そこから何かそのそれこそ一般の人たちにとってもある種の推しというか、はいはい、気に応援していきたいっていう関係性が育まれる場でもありますよね。そういう醍醐味はあったと思いますね。感想を直接伝えてもらったりとか、多分監督さんに対して評論とか、最初の映画祭とかって評論家の方とかそういう方に見られると思うんですけど、お客さんにダイレクトにいきなり見せるっていう、それが最初の場でもあるんで、なんか緊張感というか、今 SNS とかでもね、感想がバンバン書かれますから、そういう場所になってるとは思いますね。パン吉さん的に映画と音楽塩梅がめっちゃちょうどいいみたいな、そのこの映画にはこの音楽ないとダメでしょみたいな、そういう映画とかってあったりするんですか？ミュージックラボの映画はもうほぼそうであるべきなので、そのさっき出たドンデンタウンっていう去年のミュージックラボの作品なんかはやっぱりサウンドトラックがすごい、めちゃくちゃいい。ここのところはミュージックラボってどうしても音楽意識しちゃうんで、ドンデンタウンってすごいもうサウンドトラック、映画に寄り添うサウンドトラックみたいなのがすごく意識的だったのが、本来こういうのが映画音楽だよねみたいな気づきがあったりしたんですよね。本当だから、そのいくつかの作品とかを連続して見たりしてると、本当に作り手というか監督によって音楽あるいは音、映画作品における音の位置づけみたいなものが全く捉え方が違うんで す, です、ね、そこも面白いですね。そうですね、なんかミュージカルのなんか、なんだろう、大の味じゃないですけど、邦画でよくエンドロールで突然映画と合ってない主題歌が流れるみたいなのって、まあ、きっと大人の事情があると思うんですけど、やっぱり映画のシナリオを読んで書き下ろされた主題歌とか、そういうのが流れるとやっぱり見る側としても嬉しいし、音楽と映画のこう接点というか、そういうところがやっぱり面白いと思うんですよね。森田さんはムーラボーライターとしてどういう感じで撮れてますか？僕はムーラボーに対してはやっぱり、まあ、どちらかというと作り手監督と見たことなかった俳優さんとかと出会える場だと思っているので、今年もだからすごい、ね、楽しみなラインナップですし、あと個人的にムーラボーの醍醐味みたいなところはそのミュージシャン目当てだったり、あるいは監督目当て、あるいは俳優さん目当てで行ったところ、全く興味なかったはずの音楽を好きになる、ただそうなんですよね。なんか流れで見に行ったらたまたまそっち見ちゃって、これも面白いみたいな、なんか言葉で言うと多分なんだろう、多様性があるっていうか、まあ、それが映画だけじゃなくて音楽も入ってるで、まあ、最近だと演劇のね、作家さんが、劇作家さんが監督やる山田香菜さんとか、タイトル超絶の山田さんも参加していたり、いろんな方がもう参加し
してるなっていう印象がありますね。そこからまたね、演劇の方に広がっていったりとか、ね、そうですね、観客の興味がどんどん開く、そうですね、なんかボーダーレスなイメージになるというか、うんうん、はい、気がします。すごい広がり方、うん、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、僕その去年一般公開でドンテンタウン見て佐藤隆とめちゃめちゃ痛いと思って、うん、で僕あの劇場公開のパンフレットでインタビューさせてもらったんですよ。それであの本人に伝えたんですけど、あの音楽活動ちょっともっと聞きたいですみたいなって思ってって思ったぐらいすごい良かったね。今回のタマちゃんそういう声が上がってくる可能性絶対あるから、あ、上げてください。言う力あげる。はい、ということで、まあ、あのパンキチさん今日お越しいただいていろいろお話を伺ってきたんですけど、うん、私もあの今週あのムーラボ出ますので、多分この動画を皆さんが見ている頃にはきっとオープニングイベントが終わりという感じなんですけど、今はまだあの私もオープニング歌を歌うことになっているので、ちょっとまだドキドキな状態なんですが、うん、どうでしたか？そうか、なるほど、歌うんです。そうなんですよ、まあ、感想、良かったよみたいなことを言ってください。良かったよって言ってください。YouTube の方で、もしあの見逃した方はあの歌だけやったらあのミュージックビデオが上がってるので、うん、日だまりの6畳で検索していただければ、うん、ノートさんっていうチャンネルで上がってるので、そちらもあのぜひチェックしてください。皆さんあのぜひ、まあ、こういう状況ですけども、うん、まああのまあ、無理はせず都合がつけばあのぜひ来ていただきたいなと思います。うん、あの作品も本当に面白そうなのがたくさんあるので、うん、私も見たいと思っています。劇場で体験してもらうと、ね、ムードも違いますので、ぜひぜひ。ということで今日はあの、うん、村の研究家の、とんでもないですね。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今年も楽しみにしております。はい、じゃあまたぜひ来てください。はい、だって1年で一番楽しみな時期がね、始まるわけですね。そうですね、そうですね。今日はパンキチさんありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ、さっきのマドリも楽しみにしております。はい、ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ぜひあの高評価とコメントをよろしくお願いします。はい、大切ですね。ありがとうございます。じゃあ終わります。ありがとうございました。